1、名前、トメ館長。トで始まる、呼びにくい名前なので、子供の頃に、トメと呼ばれていました。絵のサインにも、トメと入れているので、今更変えられません。館長は、ウェブ検索の利便性から付け加えました。2、得意な声。ありませんので、できるだけ他の方の声を使わせてもらっています。3、おすすめの好きな曲。シオンの12号室という曲を紹介します。まず、誰も知らないと思うので、価値があるかなと。暗い曲です。4、聞いてほしい自分の投稿作品。即興演奏20110222。今流れてる BGM がそれです。5、バトンを回してくれた部員、ちーちゃんこと田辺千鶴さんの、好きな作品。私のお題では、ピアノの失恋がいいかなと思います。6番、回してくれた人に愛を込めて一言。女は自分を語れば作品になるが、男は己を語っても作品にはなりにくい。7、バトンを回す人。バトンは回しません。回りたい人は、回されなくても回ればいいと思います。8、バトンを回す人の好きな投稿作品。回さずに関わらず、どこかで聞いたことのある作品でない作品が好きですね。おすすめ部員は、限りなくタイブに近いキューブ中のあかりさんですね。やや暗い印象がですけど、表現が鋭いですね。現在まで59本を動画化しています。私の入部当初は本当にお世話になりました。10、好きなこと。固定したこれといったものではなくて、面白いと思えることが、好きですね。まあ、既存のものでないものが多いので、常に探しています。ついでに嫌いなことを声に出して言っておきますと、先のパターンが読まれてしまう、ことですね。歌の前奏が単調で長いと歌が始まるまで、我慢できません。あと流行りのアニメやゲームのムードによっているだけのモノマネ台詞の羅列、あれは聞き続けられません。あと余計な挨拶とか宣伝も好みません。もっと有意義なことがあるなら、それを先にすべきだと思います。以上です。